プジョーの二輪車部門プジョースクーターはフランス国鉄 SNCF と共同でパリのモンパルナス駅において電動スクーターを使ったバイクシェアリングを始めた。10月31日までの期間限定で実施している。 使用される電動スクーターは2010年のパリモーターショーで発表されたイービバ a ティで全長 1910mm、全幅 680mm、全高 1168mm と 125cc クラスの車格を持つ2アワーのリチウムイオン電池と3ットのモーターを搭載し最高速度は 時速 45km、後続距離は 60km、充電時間は80%まで3時間となっている。サービスは9月5日に始まっており、バイクシェアリングに供用される電動スクーターは、駅の3階にあるパストゥール駐車場に置かれている。予約は、 プジョーのオンラインモビリティサービス、MU by プジョーで行うことになっている。営業日時は毎週月曜日から金曜日までの8から20時。 料金は24時間以内が28ユーロで24時間延長するごとに24ユーロが加算される。さらに、金曜日18時から翌週月曜日10時まで52ユーロで利用できる週末メニューも用意されている。 パリは1990年代から公用車などに EV を積極的に導入してきた経緯から市内に100カ所近い充電ステーションがある。さらに今月試験運用を開始した EV シェアリングオートリブの充電ステーションは他の EV や電動バイクでも使用可能としており、電動スクーターによるバイクシェアリング導入に 最適な都市ということが。